これ見て、竹の谷やって、肉切り落とし。感謝を込めていただきますよ、竹宮津。もう。キャベツ。うん。見てたら素物よ。素物いいね。あっさりして気持ちいいね。ありがとう。うん。キャベツをちぎって。今日はムカンさん、これじゃないの、綺麗なのポーチューブのこれ、あ、見せて。今日何じゃがいもそれ、こんなんあった今日はあの、うん、お店これで言うたらどうか、うん、なるほど。そのまま、あの、一回言うとしたらええ感じで。うん。今日可愛らしかったおばあちゃんが、うん、電車を待つ椅子で、あんたを待っちゃったのよ。うん。外でね、中を入れて外へ出て、うん。また男の子がね、寄ってきてね、うん。下校帰るよね。うん。おばちゃんに言って言ったら、うん、うん、言って男の子だったの、1年生じゃね、うん、であんたをこう重なって見よった、うん、あんたの小さい時僕ここから電車に乗ろうがって言ったら、うん、バス言っておばちゃん何時、うん、ほんで2時5分のバスがあるんだ、うん、その時に1時4分ぐらいだったね、うん、その時間に。もうほら、ボックスが来るき、ボックスあって、ゆっくり休みがいいって言って、座り言って、うん、あっちで乗った方が、時間が早う来る。一つか二つか、後戻りしたね。まあでも、その分、しんどいのに。かわいいけど、かわいい。考えることがかわいらしいな、あんたみたいな。なんか重なってね、連想してね、うん、ずっとその子見て二手に嘘ばーっと後に走ったで、うん、ほらバスが早送るで、うん、で頭を入れるけど、あれのおばあちゃんにだけに意味が分かったけど、まあ早送るけど、その移動しよう間に来たら終わりよね、また次のお待たんって感じ、見持っていくから、なんか今日ってね、男の可愛かった、うん、甘い味もついてない普通のキャベツ。
それ何切り？左切り。玉ねぎ。まあすごい、その空中で切って器用なこと。小さいが大きい。うん。これ見て、竹の谷やって、肉切り落とし。この虫ちゃんはね、ちなみに竹ミヤス。うん。竹ミヤス。おおおお。ええ香りがしゅう。なんかこれ肉を焼く香りも違うことない？ええ香りがしゅう。感じたそうだね。え？ああ、おいしそうな、ええ匂いがしゅうね。なんかそのまま食べてもおいしそうな。あの肉じゃが。肉じゃが美味しいのね。うん。いい色ですね。うわ、美味しそう。ほっぺたもいるよ。どうした？なっちゃうね。うん。結構入れたね。味の母ね。他もお酒いっぱい入れます。はい。うん。完璧です。うん。これ汁も美味しそうなね。絶対美味しいと思う。白味噌。普通やったら、うん、すり鉢です。味付けるけど。うん。ごま吸ったのがあるから、うん、こんなことかな。ね、ゆず酢。これも自分の、うん、自分のお味に合うのに入れた。そうやね。お米で。おばあちゃん同僚が入れる。うん。いっぱい入れるのかな。うん。
うん。おお、ええ感じやね。うん。扉壊れちゃう。このもついちゃうねかね。うん。そらそう、焦がす。まあ、ええですね。あ、そう。さ、こんなとこに置く？なんか蚊がなんか飛んでるよ。ばあちゃんの右腕に、あ、どっか行った。これまた肉じゃがに合うのよ。うん、あ、そうなんや。すりごまね。すりごま、はい。うん、かつお節。でも、まぶしとくの。うん。初めてたんだよ。はじめにしたら多くない？すごい。はい。ああ、20食べたの。はいはい。うん、これは美味しい。美味しいね。うん。こんなにあるのに。何？でもそれ。こんなに量が多いからほんで。容器、あのガラスのやつに入れた方が美味しそうやない？そんなに。そう。器が小さすぎるのだから。あ、そうか。美味しそうなね。まあ見て、このリンゴの色のええこと。ねえ。リンゴ今高いね。高いリンゴ。塩も全然でもかまんない。うん。やっぱりなかったらね。これ塩水に入れるのは色が変わらんように入れるのかね。色が変わらんのとやっぱり美味しいわね。あ、塩水に入れた方が美味しいの？あ、ほんでやるよ。いや、色、色。どっち味？お弁当でよく入れたら。皮も食べてから。うん。美味しい。どう？甘い。塩につけるのはちょっとでいいんやね。塩につけるのはどういう意味だろうね。変色せんという意味もあるかもから。なるほど。あの、意味も分からず塩につけるわけ。肉じゃが楽しみやね、そのお肉。ご飯のお供なしで、その肉じゃがの肉の味わいを思う存分味わおう。ほい、肉じゃが。ほい。肉じゃが。いいね。お肉を送っていただいたの。うん。肉じゃがにそうって。ほんで、これ、うん、キャベツの酢の物です、うん。はい、じゃあ今日お味噌汁、この花丸木の味噌汁、これ即席やけど、これ入れてみよう。はい、これですよ。ばあちゃんのこの、はい、いぶさな牛の肉じゃがと、
はい、ばあちゃんのこのキャベツの酢の物、ここでは出来合いの味噌汁と、はい、りんごちゃん、それと、はい、これでいただきます。まずこの味噌汁から即席ですが、いただきましょう。いただきます。あ、おいしい。この出汁の旨み、味わいがそっとする。そしてこれキャベツの酢の物、ばあちゃんの、おいしい肉じゃない。この酢の塩梅、ごまと鰹節の風味、おいしい。ではこのいぶさな牛の肉じゃがです。さあどうでしょうね。ありがとう竹宮す、感謝を込めていただきますよ竹宮す。この肉の味見て、おばあちゃんが言うたことが分かる。今何を言うたと思う。何今言うたのか分からん。分からん。肉の旨味がすごい吹き出してくる口中に。うまっ。おばあちゃん言うたのか分からん。分からん。何て言うた。うまもう言うた。あほう。どういうこと。感謝を込めていただきますよ竹宮す。もうリンゴだやろこれね。蜜がないけど、蜜はないけど甘いねこれ。甘かった。いやほんでこれ、このばあちゃん肉よこの竹宮す。まあこれは美味しいわ。肉じゃが、この濃厚な肉の味合いがすごいするね。ばあちゃん、今日の子はこれやって。竹宮す、この子やと、うん、なんて悪いみたいな。そんなことない。美味しく美味しくいたい。この子凛として歩きるやん。竹宮すやと、まあ、これです。竹宮す送っていただきました。写真見たら可愛くないな。これ感謝を込めていただきます。ありがとう竹宮す。56ヶ月美味しいですよ。肉に肉汁が染み込んでるみたいな。本当に いいお肉だね。美味しいわ。だからこのハンバーグとこのあのハンバーグとこのあの肉じゃがのこれね、あの画面写真撮ってあの LINE に送っちゃうんで、いい画像。でもかわいそうな見たら。そんなことない。感謝の気持ちを込めて、ひとかけらも残さず、鍋のこのかけらも残さず、感謝の気持ちを込めて食べます。ありがとう、いぶさな牛。尊い命をありがとう、竹宮す。肉どう違う、正直な感想言うて。本当に全然違う。昔食べた肉が。うん。難くないわね、油でも。そう、この言うてもろたのは、あの、ばあちゃんが喜んでくれたっていうのを言うたら、いぶさなの血統は改良前の昔の血統、今の和牛だと30、40年前の牛だといぶさなの血統に近い味わいあって、いやほんで昔懐かしいというのはその通りで、この味わいが和牛改良とともに失われていたものだと考えていますと。で、あのばあちゃんにそう言ってもらえたら、この牛を守っている意味がありますので最高に嬉しいですやって。そんな気がする。本当にするの、うん。なんか脂身を食べてもなんとなく違う、うん、やっぱり おじいちゃんがお肉をものすごく好きやったっけね、うん、で、よお肉は食べらせてくれた、うん。まあ焼肉するとき牛脂を食べようとするぐらいでよくぞ好きながらもね。最後のこれが、いや言うじゃん、それも食べん方がいい。それ牛脂やけ、いやいや食べん方がいい。お腹壊す。いやいや、これ油やって。これは油焼き。あれは食べちゃっても、うん、あ、ごちそうさま。はい、ではばあちゃん、今日はですね、美味しいお肉をいただきながらも命の大切さをしっかりと考えながらいただきました。ばあちゃん、総評と締めお願いします。舌がね、ちゃんと覚えてもね、昔ながら、うん、綺麗に良いなんけどね、うん、上手では考えところがありましたね、あるの、うん、うん、食べながら、はい、はい、星はいくつでしたか。10点です。うん、おばあちゃんは満点が8点。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかこの昔ながらの血統を守り継いで、その味を絶やさないようにこう守っていかれるっていうことを、もう味の美味しさもそうやけど皆様に知ってもらいたいね。そこまで
あの考えるかけてだから美味しいのよ、うん、でまたねあの 牛に対する愛情もねすごいツイッターとかインスタとかね投稿見ると感じる自分の子供育てるみたいな感じで、ね、そうそう多分そうやと思うで感じを受けるから、うんねうん、育てる方もそうそう本当に推しもねそう素直にありがとうございましたうん竹宮須花巻さんありがとうございましたそのあのいただいた肉の牛ちゃんの名前ああまあけ大丈夫ごめんね育ててるんやもうかわいそうになったあの牛見ていやもう美味しくもうかけらも残さずいただいたからうまいこと嬉しく思ってくれようまいこと表現をするけどねはいということでこれですあの感謝の気持ちを込めて何一つ残さずいただきましたではでは